モデルでタレントの滝沢カレンが、今日10日、19時56分から22時54分まで、に放送される日本テレビ系バラエティ番組、踊る踊る踊る、さんま御殿、この夏超熱い美女&最強おバカ軍団暴走祭に登場する。前列左から、出川哲朗、梅沢富美男、滝沢カレン、明石家さんま、後列左から、みやぞん、岡井、千里、リューチェルイコール日本テレビ提供今回は、インテリ美女バーサスおバカ、がトークで激突。おバカチームに入れられた梅沢富美男が冒頭から不機嫌になり、妻、ペコが出産間近のリューチルは、陣痛が来た、という連絡があった、ら帰る、と宣言するなど、波乱の幕開けとなる。おバカチームの出川は、学歴のある人よりも、自分の英語の方が通じる、と断言。世界の果てまで行って Q の企画、出川イングリッシュの海外ロケで、出川が思いつくままに言う文法無詞の英語がいかに伝わるか熱弁し、英語は実践とハートだから、とインテリ美女たちを一刀両断する。久々の登場となった菊川怜は、情報番組、特ダネの司会を担当していた際の失敗談を披露。しかし、その話に乗っかった梅沢を無視したり、出川から、菊川さんがクイズ番組に出ると盛り上がらない、と暴露されるなど、インテリの名を傷つけられる。そんな中で滝沢は、インテリへの憧れが強すぎて、過去に数々の嘘をついていたことを告白。小学校からという嘘つき遍歴を包み隠さず明かす滝沢に、明石家さんまも苦笑いだ。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。